はい、はい、前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。前半はリンゴルフの方で、はい、これから、何月ぐらいにアップしますか？1月の頭ですね、はい、1月の頭に、はい、今日の対決の模様は、はい、お送りいたします。はい、ということで、今から後半は横田新一チャンネルの方で、流させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、対決をしましょうか。うん、ね、レッスンしようとしたんですけどね。はい、レッスンをしようとしたんですけど、前半回ったら案外とうまい。ね。ね、さやか氏はさ、幸之助のお姉ちゃんだからうまいなとは思ってたんだけど、じゅんちゃんがうまい。本当に。びっくりするの、ちょっといくつか。ああ、ベストスコア60代だなと思ったもん。ええー、本当に出ないです、60代は。ね、これ、ミックスダブルで対決して、はい、もう、プロのお二方にはガンガンアドバイスをしていただくと、女子。あ、なるほど、なるほど。うんうんうん、で、まあ、ベストスコアじゃなくて、女子のスコアもちゃんと採用するような感じにして、合計スコア。合計スコア。マッチ、なんていかがでしょうか。じゃあ、合計スコアのマッチにしましょうか。うん、そうですね。じゃあ組み替えやりましょうか。急に真剣にやらないといけない。ガチだじゃん。組分け。じゃんけんで勝った方チームと負けた方チームみんなホールアウトしなきゃいけないって。ホールアウトするストロークプレーの合計の対決と。ということで。OK ありですか？あ、まあ OK。ワングリップ OK で、じゃあ。はい。じゃあ、じゃんけんで、はい。女子チームじゃんけんしていただいて、はい、プロをご指名いただきましょうか。あ、そうなんですね。それなんか気まずいですよね。ね、やめましょうよ、そういうの。面白いね。いやいや、ダメだよ、ちゃんと選んで、それは。前半ね、プレー 見たかと思うから、うんうんうん、そう、それはやっぱ勝つ馬に乗らないと。ああ、そうだよね。じゃあ、負けた方は罰ゲームとして、うん、まあ、インスタ、自分のインスタに変顔を、変顔か面白い動画か、渾身の自撮り、はい、のどれかを2枚以上上げると。うん、はい。それはペアで変顔してもいいですか？ペアでも、ペアで、ペアでもいいですし、単独でもいいですし、はい。これはお任せします。はい。さあ、まあ、気まずいですけど、選んでください。はい、はい、わかりました、はい。そして番組の番宣をすると。いうところでございます。 OK です。わ、はい、かりました。じゃあじゃんけんしよう。最初はグーでいくよ、はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、私が決めていいですか？そう。私今悩んでて、最初は、うん、多分こうだと思ったんですよ。どう？横田さんと純ちゃんがめちゃめちゃ安定チームで、多分塚田さんと私が攻め立てるタイプなんだなと思ったんですよ。うんうんうん、そうだそうだろうね。うんうん。でもそうすると攻めすぎた結果っていうのもあるんですけど、バーディー取れる率も高くなると思ったんですよ。二人でずっとあっていっちゃうんじゃないかみたいな。そう。ハートリンクしてみたい。ああ、なるほどね。そうで、純ちゃんと横田さんはもう安定のプレーを淡々としていくっていうイメージなんですよ。うん、違いますか？違ったらごめんなさい。うんうん、いや、それはもう本人の感想。どうしよう、やばい、決めない、やっぱりちょっと気持ちよくて決めないでしょ。あと、まあ、勝負に勝つためのパートナー選ぶ、あとアドバイスもあるから、アドバイスがうまそうな人、まあ、アドバイスが優しそうな人、いろいろな、うん、自分の聞きたいテクニック持ってんじゃないかかもしれない。どっちも聞きたい。そうだよね。けど、ショートゲーム、じゃあちょっと待って、真剣に勝ち、真剣にもうかけて、私塚田さん、わかりました、と多分攻めのゴルフしよう。攻めのゴルフ、はい、それが目標みたいな。ということで、ということで、じゃあ塚田さんとさやか氏、はい、私と横田プロ、はい、じゃあお願いします。お願いします。性格も合ってると思う、その方が。あ、そう、うん、そうなん、うん、性格も合ってると思います。じゃあ、純ちゃん、横田チーム。はい、どんな性格ですかね。じゃあ、あれだね。リンゴル
リンゴルと横田新チャンネルチームになっちゃうね。そう、ゲストチーム。ゲストチーム。うんはい、うん、ということで。はい。じゃあ、はい。うん、チーム戦をやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。116かな。110、まあ120。120?20 です。120。上げてますか？右から、左です。120。右からフォロー上げどっちだろう。116だよな、まあ、だこれの、うん。右からだね。風。あれ私持ってるけど打っていいんですか？どうぞ。どうぞ。これあれだね。ここからだったらいいですか？下なんか入ってる、ね。人工芝とミックスだね。うん、あそうなんだ。うん。混合だ。何番で打つんですか？8番アイアンです。8番アイアン。はい。うん。右でございます。うん。8? サブグリーン、はい、距離はなんか右から左の風か、うん、なしなし、あ微風ですね、微風まあまあ外してたよ、え結構こうやって深くなったね、うわピッチングです、はい、ピッチング、はい、120、これもちょっとブループリントのピッチングだとちょうどいいんだけどな、もういいかな、うん、引っかかったこれ。あでも流されてるね結構右から。え？どこまで行ったの？左。ちょっと。お今風吹いてきた。チャンス？また。でも純ちゃんの球筋は風の影響あんま受けないよね。あそうなの？うん。ちょい右で、あ、8番で打ちます。はい。ほら、うん、風の影響全く受けないよ。うん、いけ、ダメ。うわー、惜しい。今めっちゃ手打ちしちゃった。惜しいな。なんか若干距離あります？なんか8番じゃなかったかな。ね、8番じゃなくて7番だった気がする。うん。横田さんも苦戦してるね、ティアットに。ねあとこれ、人工芝引っかかるよ、なんか。ね、あ結構手前ですよね。止まるからですね、うん、抵抗が。そう、うん、おぉ、うまい。うまい。うまいよー、うまい。ナイソンです。ああ、来ないね。あ、スピンがザーッと。ザーッて左に行くのをちょっとね、あれしたけど、来なかった。トントン、ザーッてね、左に来なかった、今。まあ、ねじれのない、綺麗なボールだったんで。はい、ありがとうございます。そうですね。ねじれのない球でしたね。はい、ありがとうございます。さすが。お目が高い。でも、純ちゃん目玉なんなくてよかったね。ねえ、なんかなりかけてたから、うんうん、ちょっとやばいかもって思ったけど。どうやってバンカー打つのかわかんないもんね、純ちゃんが。そうだよね。でも、純ちゃん大丈夫だよ。純ちゃん、バンカーはめっちゃうまい。行きます。砂が薄かったね。うどうぞどうぞ。薄かったね、やっときます。やっときます。まさかでした。うまかったけど。やってきます。すいません。お疲れ様です。砂が薄い。難しそう。ありがとうございます。すいません。
くくん。めっちゃうまい。てかなんか凍ってたね。凍ってたね。どうすか。めっちゃうまい。うまーい。ナイスです。ミラクル。カチコチな音したよ。ミラクル。ちょうどここが凍ってました。凍ってる。うん。まだ凍ってるここ。いやーすごい。あそこでうまく傾斜を使えた。ここは日陰だ。なんか。あの、河原のショートを思い出す、思い浮かべる、中。確かに。はい、下からのね。はい。さやかし難しいね。うわ、眩しい。少し下り。はい。うわ、逆目だ。うん、難しそう。やばい、眩しくて何も見えない。うん、わかるよ。俺もそうなるよ。大丈夫。どうまい、どうまい。どうまい。あわよくばロブショットしようと思ったんですよ、今。ちょっと開いた。自分でわかってます。ちょっと次は、ちゃんとやります。うまい。もうナイス。できるよ。登ってます。あんだけ奥がなくてさ、うん、キャリーで行ったら凍ってるのにロブ打ったら大変だよ。ちょっとパターでもいいかなみたいな。さあ、さやかしが見せてくれました。サンキューです。オッケー範囲に持っていきたい。うん。ね、フックライン。はい。でも凍ってるからあの辺が速さが。でもパターは関係ないよ、氷は。あ、関係ない。うん。いいんじゃない？入るんじゃない？入れ！頑張れ！あー！あー！惜しい。でもね、うん、雰囲気出てた。雰囲気出てたね。うん、雰囲気は出てました。ただちょっと気持ち入りました。弱いよー。OK。ありがとうございます。弱い。弱い。ライン大丈夫？え、かなり切れますか？うん、かなり切れる。フックですか？フックです。うん、そうだね。まあ、まっすぐいいかな。上りですか？打ち出し上りになる。はい。惜しい。オッケー。はい。いいんですか？オッケー。うん、オッケー。イエーイ。入るよ、それ。いや、プテって言うとちょっと嫌だよね。ただ嫌だよね。それはこれ入れないとな。これ入れて。おー、ナイスパー！ナイスパーです！すげえ！危ない！ナイスパー！左の崖下から。崖下から。ナイスパー！ナイスパーです。え、さやかちゃん今何？内緒。ダボかな？ダボか。これを入れれば。入れれば勝ちです。弱いとスライス。まっすぐ目に。強めに。あー、ちょっとね。結構切れたね、でも。予想より。さっきの顔も腐って。確かに。予想より切れた。タコみたいな顔。立ってるところが暗いんだったかな。ああ、うん。そうなのか。押すとスライス。引っ掛けるとそのままですよね。なるほど、はい、うん。難しいとこですね。そうですね。よかったじゃないですか。命拾いしたんだからさ、やっぱし。私のパターミスが、うんうん、確かに最後ボソって言ってたけど弱いと右に切れるそうだよそうなんだろうなと思ったらそうなったでも横瀬さんはあれファーストパット教えに行かなかったのは自分がマックス集中してバーディー取った方が得だと思ったんですね。そうね
うん、そうね。うん。それもあるけど。あの、ロングバーでアドバイスするよりも。あ、でもそこまで集中してなかった。ただの、あの、手抜き。撮影中手抜かないでください。はい、そうですね。手抜き&放置。手抜き。手抜き&放置。これ、次、純ちゃんの得意な、右ドッグじゃないですか？いや、これはね、うん、引っ掛けそうだなぁ、みたいな。私多分これすごい苦手な、え？あれ？左ドッグレットですか？右。でも。え、右だよ、どう考えても。あ、そうか、こうか。すいません。今どうやってさ、こうやってさ、あ、グリーンの方から手見せた。そうそうそう。あ、そうだね。こうなるよね。やめてもらっていいですか、そういう。すごいな。さかちゃん、な、血液型何型？私 A型。あ、A 型。AB が入ってんの？入ってないです。入ってないの。AB が入ってる A 型ってないですよね。ちなみに弟は A型。似てます？似てない。あれ、うん、似てる？似てないよ。コウノスケでしょ？うん。似てない。めっちゃ似てるって言われます。もう一回検査した方がいいんじゃないか。兄弟かどうか。いやいや、それ深刻なのよ。そうだよね。いや、もうなんか血液型より DNA 検査みたいになって今。韓国ドラマになっちゃうからね。韓国ドラマあるある。私打っていいんですか？もう打っていいの？もうちょいですかね。もうちょっと待とう。まだあそこに前の組をしといて。浅野さんもゴルフやりたいでしょ？うん、うん、やりたいよ。今日楽しいメンバーだし。どうぞ。俺代わりにしたこと、うん、やだよ。それは嫌だ。させる。うん。何ヤード乗っちゃいます？乗らない乗らない。何ロックドライブ見して。ちょっと。もうちょうど良さそう、俺も、それ。ネクスゲン。うん。ネクスゲン？そう、ネクスゲン。これもすっごい具合悪いときはこれでちょうどいいね、これ。あーって言いますよね、皆さん。もう1ヶ月ぐらい入院してて出てきたりとかしたら最高だな、これ。どういう表現なのよ。いやいや、どういう表現なのよ。ピンポイントで期間切れてる。すごい、こう、弱ってる時とか、やる気のない時とか、使い酔いの時とか。だから、すごい、こう、なんかこう、雨でディレイした後の、こう、なんか寝ぼけたスタートとかいいじゃないですか。とか、もうダウン、もこもこ着なきゃ、もうゴルフできないような時に、うん、もうこの辺まで上げて、ポチーンって言うのには最高だね、これ。それ褒めてんだか何なのか分かんない。いやいや、だから最高だよ。だからアマチュアの人には、最高ってこと、その、うん、ヘッドスピードがなくても簡単に飛ぶ。うん。まあ、実際一番飛んだもんね。そう。うん。ゴルフパートナーで、1500本ぐらいだから、うん、全部顔選んで、うんやって、結局マーベリックが優勝したんですよ。うん、で、全部 VR を入れたんですけど、うん、ちょっと番外編でアナクさんにもらったこのシャフトをつけて、このネクスジェンのドライバーは、すごいなんか相性がいいと思ったから、なんかあえて VR 入れたくなくて、それはそれで成立したんだよ。で、打ったら、マーベリックを超えたっていう。うん、マジで。よし、打とうさやかし。はい。でもやっぱりシャフトが柔らかすぎて試合じゃ使えないんですよ。やっぱ試合だと触れちゃう。そう。で、スプーンはロケットボールが一番飛んで、市販の。270何ヤードと思う。昔のやつ。昔の。でも、自分のシャフトを入れた途端に普通のスプーン。右は隣のホール、ワンペナだよ。あ、じゃあもうなんか、ワンペナか。そう難しいですね。そうですね。市販の。私もドローボール、そのまんまのやつ。そうそう、S シャフト。ここだ。ここで、あとは、振る。あ、うん。あれ？刺さったかな？芯食ったけど。うん。缶言ったら大体どっちかに跳ねるけどね。木に芯食った気がする。どこ行ったんだろう。あとは、見えない。ドローボール打つにはちょっと左向きすぎてきてたと思うな。でもそんなアドバイスなかったから。いや、今ちょっと見るの忘れてたなと思ったんだよね。次はちょっと右向かなきゃいけなかったんだね。めっちゃ真っ直ぐ向いてると思ったんですよ、私今。うん、俺教えちゃうとね、企画が。確かにドロー打ちづらいな。
お、塚田さんのフェード。塚田なりの。塚田さんのフェードはなかなか見れないよ。なかなか見れないよ。なかなか見れない。あ、順調。硬い？あ、できた。あれ使えば入る。危な。うん。うん。オッケーオッケー。結構あれだね。じゃ反射系だね。はい、俺と一緒だ。反応系。どういうアドバイスなんだろう。いや、なんか似たもんだ。余計にあんまりアドバイスすると崩れそうだよね。なるほど。うん、もう自分の思う通り打ちたいんだと思うよ。わがまま。うん。あれ大丈夫？さやかし、あのカートとか。あ、見ます。カート、あ、そのあの。あれグリーン。あ、200、あ、326ヤードのとこに。はい。わーお、うん、フェイスです。さすがです。ちょっと今安全を見て飛びすぎ。グッポー、内緒です。右向いて、うん、右向いた割には安全見ちゃった。安全見てこねちゃった。まだちょっと分かんないから感じが、うん、自分を信用してないのまだ。まだパチッと来てないのね。そうそう、ドライバーをさ、まだ2回しか打ってない、2、3回しか、うん、ちょっとね、これあれを企画としては女子を上手にするっていうのも込みですからね。あ、そうか。自分ばっかり。そうですよ。うまくプレイをしようじゃなくて、うん、そう。でもほら、もう純ちゃんぐらいはもう出来上がってるからさ。上行っちゃったのかな。どうやってそれを、どう、いや、やっぱ番手とかさ、だってかなり技使うじゃん、臨機応変に。うん、レッスンとかガチで やんないとなんですかね、コース。こういうライは飛ばないよとか、こういうライは飛ばない、うん、そういうのはできる、うん。そういうのしか多分必要ないと思う。うん。ジュンの場合は。でもあの、あれですよ、うちの妹がすごい。あった、うん、緑ちゃん。うん。あれ、緑ちゃん。多分、そう。あれだと思う。すごいお世話になった。あ、ほんと？え、本当ですか？一緒にラウンドしたっけ？いや、一回、あの、うちでトレーニングやったじゃん。あ、そうだそうだ。うん、ラウンドはしてないと思う。え？トレーニングでも結構行ってた気がした。そうだね、来てた来てた。一回とも言わず。そうだっけ？スリクソの中の2番。うん、2、3回。はい、それ、ワンペナでしょ？ワンペナです。はい、あ、そっちだった。あ、そう、X2。ありがとうございます。まさかちゃん、なんでこんなチーピンするんですか。今オーストラリアいるんですよ。へえー、いつまで。え、歯医者さんやめて。歯医者やめて、うん、なんか留学するんだ。ちょっとイメージが悪かった、右にペラルのすごい嫌で、左引っ張っちゃうんですよ。それに反応しちゃったんだね、留学。変わってます。じゃあドライバーを軽くと英語を喋れるようになりたいとか言って、そういう時はやめるんだ。そういう時はやめて、思いっきり左向いて組み切り出してあげる。こっちにですか。そう、思いっきりもう左向いて帰ってくればいいのにって言ったんですけど、コロナで帰れなくなっちゃうから、うん、もうちょっといるって言って、ペラッても大丈夫だし、うん、そうそうそう、なるほど、頑張ります。うまくいったら吐き出しドロー系が打てて、そう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 、ペラっても大丈夫。そう。はい。じゃあ、行きます。ここパー5ですか？違う。パー4だよ。360か40ぐらいだったらと思うよ。はい。あ、右向きすぎ。全然。今のは危ない。もっと左向いて。そうですか？あ、そうそう、そのぐらい、そのぐらい。これで私、バンカーね、見てますか？うん、だから右出してあげるけど、こう右行ってもいいと思って。ほら、あ、でもバンカーだけど。完璧。つま先下がりだったんで、うん、割とちょうどよく。うん、あ、オッケーオッケー、手前手前。あ、ありがとうございます。で、そんな右向いてますか？うん、いや、最初はびっくりするぐらい右向いてた。あれで目標方向打ったらかなり低い球になってます。うん。
それか構え通り打っちゃうともうさ、はい、右の林。嘘、まあ、本当やば。現在175。はい、本当だね。コバートで打ちます。いけだね、うん、うちの横田何にも喋んないよ。175。残念。ちょい上げ上げ。でもね、5番ウッドしかないかな。うん、手前はあれどこに、あ、手前なんもない。あの右側から打ってもいいか。5番ウッドで打ちます。はい、おーなしょう。あ、ちょっと右行っちゃった。うん。ちょっと擦ったけど。ね。うん。でも。でもスイングがかっこいいよね。ややショートスイングでね。ああ、フェースの開閉なくてね。ああ。フェースの回転がない。そう。どういうことだ。なんかちょっと井戸木さんっぽいよね。うん、スイングプレーンが綺麗で。まっすぐ行ってる感じです。そうそう。そのまま待って。井戸木さんのスイングに似てない？なんかすごい曲がんなそう。井戸木スイング。井戸木さんって、フェアウェイキープ、7年連続第1位。うん、へぇー。そして日本人唯一の海外メジャーチャンピオン。うん、おぉ、すごい。そう、同じようなスイング。そう。見てみよう。クラブ取りに行かない。あ、ここにボール1個あります。塚田さん行かない。あ、塚田さんだ。飲み物欲しい。103ヤード52度で打ちます。はい、おーい、完璧。ちゃちゃっと、やっぱりいった。少し、ちょっと短い。ちょっと弱め。あ、弱いんだ。うん、ちょっと弱かったです。なんか、すごいな。うん。うまい。うん。はい、どうぞ。82ヤード。56。56度です。いやー、なんか調子悪いな。フェイスです。なんか調子悪いな。右向きすぎてるな、うん、右向きすぎてこうグリップエンドが暴れてるね、うん、ショルダーパッキー、ショルダーパッキー、いくつ75です。アプローチで軽めに打ちます、はい、アプローチで軽め、めっちゃ近い。お、いい感じ。詰まったけど、お、あ、ちょっと大きいかな、でかいかな、はい、あ、カートお願いします。今のはね、ボールのせいだと思う。ボールのせいですか？そう。汚れてた？うん、あれがもうちょっとこう、スキン性能のいいボールだったら、今みたく伸びていかなかったと思う。本当ですか？うん。そうか。ね、つこさん、今のちょっと、試合球だったら、そうだね、なんか。もうちょっとめくれ気味っていうか、スキン。今いい感じで距離感も出てたなと思ったけど、うん、やっぱり、止まんなかったよね。止まんなかったですよね。スピンが足りなかった。うん、うまっ、止まって、ナイス、ナイス。なんかもう下手な、ほんとアドバイスして触りたくないんだ。あ、でも、うん、それわかる。もっと切れたね。それわかる。うん、でもうまかったです。ありがとうございます。打ち方は
かれたらどうしよう。ちょっと長期、ね、ちょっと長期的に見ないと。ちょっとさ、あ、こういう時こういうミスするんだなって。あ、でもなんとなくね、動揺した時にミスするのはね、午前中見た。動揺っていうか、ね、反応系、完全に。うん。まあ、ライン的にはこのぐらいかな。押しちゃう。うん、下りです、ずっと。あ、うまかったけどね、難しいよ、難しい状況が。そっから下りだもん。映像では伝わりづらい難しさ、うん、でこのピンの位置がすごいとこに切ってあるよね。そう、馬の背のね、ちょうど山の境目というか、境目、ね、そう、ほんと馬の背中の頂上に。さすがすぎ。切れた。うん。おい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 。すごい。嫌なとこに切ってあります。だけ。うん。はい。打てないっすね、でもね、うん、いやでもダメ、下手くそ。私下手くそ、はい。お、お、おはようございます。うん、うん、うん、オッケー。何がオッケー？ストレートフェード的な。こう、え、ほぼまっすぐだけど、ちょっと傾向としてはスライス系あるけど。スライス系なんだ。うん、だけどもう、もうまっすぐ、もうもはやまっすぐ。わかりました。じゃあまっすぐ行きます。うん、私には右、左に行くように見えるんですよね。じゃあ、まっすぐ。いや、確かに、しまめがこっちからこう来てて、うん、確かにそういうニュアンスもあんのよ。はい。うん。だから、じゃあ、スライスはやめよう。まっすぐ。まっすぐ。うん。あ、確かに、ここから見ると、ちょっとフックしそうな感じもあるね。はい。うん。あ、それじゃあ、ちょっと左外れるわ。それ、今向いてるとこだ。やっぱり、そうですよね。うん。うん、初めて。先やりましょうか。うん、ごめんね、スロープレイ。なんか、イラつかせて、失礼。後ろ来てる。そうですね、はい、そうですね。もう偉い。偉いよ。惜しい。惜しい。でも多分私、じゅんちゃんパーパットでしょ？うん。どうしよう。もういいです。じゃあこれ決まりかな。決まり、決まりだ。オッケー、じゃあみんなオッケーでございます。うん、練習、はい、ナイス。ちょっと引っ掛けた。今の引っ掛かってるんですか。うん、うん、ちょっと引っ掛かった。ありがとうございます。でも最後こういきます。行ったよね、やっぱりね。硬いよね。フックスライスだよね。フックスライスでした。うん、こう最後こう伸びながら落ちていったんで止まらないなと思います、うん、スピン入った形跡が一切なかったよね。よし、はい、ちょっと真面目にやります。いや大丈夫、真面目にやってるよ。向こうなの。そう、このホールはまあしょうがない、しょうがない。何だった、チーリ禁止。なんだか揺さぶらないと向こう。あ、私ほんとこういう勝負ごとダメだな。前やった時、ドライバーからシャンクずっと出てて、うん、テレビ収録の時泣きました。え、泣きした。ドライバーでシャンクしたの。ドライバーから全シャンク出て、アプローチも大泣きしたんですよ。え、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。バイバイ、ありがとうございました。